こんにちは、ヒロと申します。今回の動画はベルゴミおすすめ起用法紹介やっていこうと思います。昨日獲得してからオンラインで15試合使ってきて、センターバックサイドバックどちらも試しました。まずね、センターバックで言うと、ラウホの方が使用感良かったかなっていうところですね。そしてサイドバックも個人的にはアラウホの方が好みでした。だからアラウホあと1人欲しいですね。そんなこと言ってられないので、やっぱ身長の面でアラウホをセンターバック起用してベルゴミをサイドバックに置いたところ一番しっくりくる形でありましたね。でベルゴミの育成、今こんな感じでサイドバック育成してるんですけど、瞬発8、スピード12、エアバトル4、ディフェンス12ということで、なんでこういう育成になったのかっていうと、元々使ってた堺に寄せた育成にしました。一番この育成が堺は良かったんで、これの上位互換なら使用感悪くなるわけがないということで、それを元に育成しました。ということで実際に使ってる育成やってきたんですけど、こうやって比較していくと、完全上位互換ですね、ベルゴミは。なのでこの育成にしたところ、しっかり堺より使用感よく使えましたし、かなりおすすめの育成ですね。スピシュン90に振る方もいるんですけど、それはそれでいいのかなと思います。ただ個人的にはディフェンススピードしっかり12振りして、あとは瞬発エアボトに振る形が使用感良かったんで、育成リセット無料期間中ですし、ぜひねこの育成試してください。今サイドバック起用ですけど、昨日動画で紹介したセンターバック育成もかなりやれたんで、アラフォいない方はベルゴミセンターバックでもいいのかなと思います。ベルゴミ CB ワンビサカとか、本当に守備の選手揃ってる方はサイドバックがおすすめですかね。ということで今回短い動画になるんですけど、選手揃ってる方はベルゴミ右サイドバック起用がおすすめです。ぜひこの形で試してみてください。ちょっと言い忘れてたんだけど、スキル追加に関してはブロッカーエアボトルつけていて、ここは必須なスキルだと思うんで優先してつけてあげてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。